はい、どうも、キムちゃんです。今日はね、ナスカーテンション VS で、カメダコの試合についてちょっと語っていきたいと思います。まあ、ナスカーテンション選手がカメ光コ選手に勝てる可能性はゼロ。なんでかっていうと、カメ光コ選手っていうのはガードが上手いから、ほとんどのナスカーテンションのパンチをシュッてガードして、もう左から来てもしっかりこうやってガード、ブロッキングでガード。こっちから来てもガードしっかりブロッキングする。だから、ナスカーテンション選手のパンチをほとんど食らわないから、 カメ光輝選手が、ナスカーテ選手にね、まあ、KO されるってことはほとんどないわけさ。で、逆にナスカ天心選手はパンチしました。ナス、カメダコ選手にガードされました。その時に、その時にカメダコ選手からカウンターパンチをブワーンつって食らうから、まあ、それでナスカ天心選手は KO されるっていうのが、 俺の予想なわけで、よ、よ、よ <laughs> なんでそういう考えに立った、ったかっていうことについては、まあ、あ亀田光ウ VS に内藤大輔選手の試合があって、内藤大輔選手はパンチをパン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 って打ち込んでいくはいいものの、亀田光輝選手の亀ブロックにパンパンって全部ブロックされてしまって、で、そのパンチを打った直後に、亀田光輝選手のカウンターパンチをパンって食らいまくって、もう顔が真っ赤に腫れちゃって、で、 内藤大輔選手は、亀田ダコ選手に負けたって試合があるから、その試合を見るに、もう、ナスカ天心選手も、もうカ田ダコ選手のね、カウンターパンチの餌食になるんじゃないのかなと俺は分析してる。もうそういう未来しかないと思ってるから、俺は。ただ、ナスカ天心選手はまだ若いし、可能性は無限大だから、まさかまさかの可能性で、 亀、うん、田光輝選手を敬語することもあるんじゃないのかなと俺は分析してる間違いなくね、まあ、どうなるかは俺も分かんないしどうなるんだろうかっていうとこだよね